仮説検証シリーズ。はい、どうもシンガーソングライター系 VTuber 元住吉奈々緒です。どうもということでね、今日は仮説検証シリーズですシリーズなのか、まあ雑談枠かな、雑談リストかな、再生リスト的には、まあ、なんですけど、音楽の話かな、ギリ音楽の話、ギリ雑談の話みたいな感じですけど、人の話し声にもキーがあるんじゃないかっていう話です。話し声ってさ、シールかな、送り仮名こうかな、まあいいや、話し声ね、キーがあるのかなっていう気がしてるじゃないか、キーがあるっていう話ですよ。で、人間の話し声にはキーがあってですね、まあ要はな、普通に喋ってる時に、元住吉七尾だったら この高さが基準になってて、まあこれがルートのルート音みたいな感じで、今ちょっと下がったじゃん、ルート音みたいな感じ、あみたいななったり、上がったり戻ったりして、まあここが基準みたいな感じになってるわけよ。なので、もちろんメジャーだったりマイナーだったり、フレージングの癖とかスケールとかがあるわけだよね。でしょあるよね。あるのはまあこれは間違いないと思うんですけど、で、このさ、出しやすいキーっていうのが分かると、実は喋るのもこう喋りやすく、喋るのじゃないや、歌のキーもその喋りやすいキーに合わせてあげると歌いやすい曲ができるのかもしれないと、こういうことです大丈夫ですか、大丈夫ですか、皆さん分かりますか。例えば G メジャーだったら、声が G メジャーだったら G メジャーの曲にすると歌いやすくなるのではっていう、あれ平行調の関係とかどうなんだろうね、まあ分かんないですけど、まあそういうわけでですね、歌いやすいキーを探してみたいということです。ということで、元住吉七尾のキーは何か、これを探してみたいと思います。ピッツって、検証方法はですね、ロジックプロ10の、フレックスピッチ機能を使えば簡単にできるんじゃないかと、こういうことですね。なのでフレックスピッチでなんかちょっと撮ってみたいと思います。何喋ればかな、まあいいや。はい、どうもこんにちは、シンガーソングライター系 VTuber 元住吉七尾です。どうも。いやー、なんかさ、ほんとキーってあるのかなっていう、まああるんだけど、話し声のキーと歌う時の声がさ、一緒だったり違ったりするわけじゃないですか。まあそりゃ違うっちゃ違うの当たり前ですけど、まあたまたまだよね、一緒になるのっていうのはたまたまで、そうでない時はがほとんどだと思うんです。そうすると、なんだろう、自分が歌ってでいないとき、喋ってるときの声っていうのが、なんだろうな、あれかな、まあこのぐらいにしとくか。ちょっとトーンが低いときの声はこんぐらいで喋ってると思うんですけどこのぐらいで喋ってると思うんですけど、これも一応取っときますね。じゃあこんな感じで、止めます。はい、止めました。どうなってるかっていうと、はい、どうも、こんにちは。こうなってるんですけど、ですね、このボタンを押すとですね、フレックスをオンにすることができるんですね。で、まあ、フレックスタイム、スライシングってなってんで、これを、フレックスピッチ、これにすると。そうすると、あれ？あ、来た来た。こんな感じと。いきなり。どうしようかな。これさ、一回、
ピッチカチッとさせて、結構 C の4から、下 E、C の4だ、D の4から、あ、すごい低いとこあるけど、まあ、多分 C、C じゃない、E の2から、D の、D の4ぐらい。結構1オクターブ、1オクターブじゃない、2オクターブ近い音域で喋ってるのかな。ってことですよね。2オクターブまでは行ってないですけど。これさ、なんかMIDIファイルとして書き出せるんだよね、確かね。編集、変換、新規リージョン、タイムストレッチ。あ、プレックスピッチデータからMIDIトラック作成、これだ。はい、できました。ということで、これ聞くと、はい、どうも、こんにちは。シンガーソングライター系 VTuber、元住吉七尾です。どうもー。いやー、なんかさ、なんかすごい音鳴ってるね。おっとっとっと。なんか、コンプかけるね。こんな感じちょっと戻してみる。あれかな、まあ、このぐらいにしとくか。ちょっとテントーンがこんな感じの低い時の声はこのぐらいで喋ってると思うんですけど、っていうことで、これでこれでこうすれば譜面が見れるはず来た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 よ。そうすると、いきなりファとドにシャープがついて始まってますね。はい、どうも、こんにちは。シンガーソングライター系 VTuber、元住吉七尾です。どうもー。すごい、なんかかっこいいですね、ここのフラットね。超かっこいい。はい、どうも、こんにちは。シンガーソングライター系 VTuber、元住吉七尾です。どうもー。いやー、なんかさ、ほんとキーって、あるのかなっていう、あるんだけど、あの話し前のキーと歌う時の声がさ一緒だったり違ったりするわけじゃないですか。難しくないですか、キーどうっていう。難しくないですかこれ。まあそれは違うんじゃ違うの当たり前ですけど、まあ、当たり前ですけど、これミですね、まあ、たまたまだよね、一緒になる。いや一番上はDを出してますね、一番上は、まあ、たまたまだよね、一緒になるのっていうのはたまたまで、たまたまで、シシシララのシャープだね、これね。シャープいっぱいつくのかな。そうでない時はがほとんどだと思うんです。あ、思うんです。ここがどのシャープ、そうすると何だろう、自分が歌っていない時、喋ってる時の声っていうのが何だろうな、あれかな、まあこのぐらいにしとく。声は声も出ないようなすごい超高音域が来てます、ね、まあこのぐらいにしとくか。ちょっとテントーンが、ちょっとトーンが低い時の声は この辺なんか低い時これですね。もうこの音が軸っぽいですね。この音って F ね、F。まあこのぐらいにしとくか。ちょっとテントーンが、ちょっとトーンが低い時の声は、このぐらいで喋ってると思うんですけど。笑いここなんだ。やっぱりここの B フラット、あるいは A シャープの音が出ますね。けど。このぐらいで喋ってると思うんですけど、これも位置を取っときますね。じゃあこんな感じで、止めます、止めます。ででか、なんだろう、じゃあなんかマイナーっぽい感じ、あーなんだろうな、なんか無調っぽい感じだからさ、
キー童貞難しいですね。いやーやばいですね。だっていきなりこれディミニッシュトライアドですよ。これディミニッシュトライアドから始まってる。ディミニッシュなのかな、この元住吉奈々を。いきなりディミニッシュトライアドから入った。知らなし、なし。なんか B フラットは歌ってそうですよね。よく出てきますよね、 B フラット。はい、どうもこんにちは、シンガーソングライター系 V チューバー。 V チューバー、 V チューバー。すごいよね。B フラットの6リアンな感じもしますよね。6リアンモード、6リアン、6リアン元住吉奈緒、6リアン七尾ですよ。6リアン正岡さんに。6リアン正岡さんみたいな感じ。6リアン7音ですよ。ここで B フラット。7音です、どうも。7音です、どうも。やば、面白くなってる。いやー、ということでですね、まあいろいろやってきましたけど、ちょっとわかんないっす。わかんないっすけど、B フラットがいっぱい出てくるっていうことだけはわかりましたね。なのね、B フラットが出てくるっていうのと、いきなり、はいどうも、シンガーソングライター系 VTuber のはいどうもは、ディミニッシュトライアドだってことがわかる。あ、こことか面白いんじゃないか、こことか。話し声のっていうところが、ドソシド、話し声のっていう。話し声のキーと歌う時の声がさ、歌う時のなんかね。やめとこ。やめとこ。もう取り留めがなくなってるからやめますわ。ということでですね、そんな感じでした。よくわからないという結論に到達しましたね。この人の声は、皆さんも、自分の好きな VTuber の方が、何メジャーで、あるいは何マイナーで、あるいは何モードで喋ってるのかなっていうのを解析してみると、すごい楽しいかもしれません。質問とか相談とか募集してますんで、いろんなことを募集してます。適当に何でも答えるし、本当に答えたくないものは答えなかったりするかもしれないんで、よかったら、なんか質問してみてください。んじゃ、そんな感じです。んじゃあね、バイバーイ。